町の中心部にある竹下建材店は建築用ブロックを製造しているほか、あらゆる建築材料を取り扱っており、建築ブームに乗って業績は発展の一途をたどっています。1万枚のタオルを製造している宮原タオル工場は、九州地方にある25社のタオル工場の中では唯一の綿織専門の工場です。